シティフィールドはニューヨーク市クイーンズ区にある野球場 MLB ニューヨークメッツのホーム球場であるフラッシングメドーズコロナパークの北端に位置している2009年完成シティフィールドはニューヨークが開催都市に立候補していた2012年の カキゴリンの会場の一部として建設が予定されていたがニューヨークが落選したため用途を老朽化したシェイスタジアムの代替に変更シェイスタジアムに隣接する駐車場に建設されたアメリカ金融大手のシティグループが20年総額4億ドルで命名権を取得しシティフィールドと名付けられた球場の外観はかつてニューヨークにあったブルックリンドジャースの本拠地球場 エベッツフィールドを模したデザインとなっている。2009年4月13日、ニューヨークメッツ対サンディエゴパドレス戦で初の MLB 公式戦開催。かつてメッツでプレーしたトム・シーバーとマイク・ピアッツァが始球式を行った。パドレスの先頭打者、ジョディ・ゲルートがメッツの先発マイク・ペルフリーから本塁打を打ち、メジャー史上初の新球場先頭打者本塁打を記録。 パドレスが6から5で勝利し、エドワード・ムヒカが最初の勝利投手となった。2009年オフ、パドレスがブルペンの位置に対して不満を訴えていたため、ブルペン部分を改装。また、ホームランを増やすため、センターフィールドのフェンスの高さを16フィートから8フィートに改装した。メッツの選手がホームランを打つと、シェイスタジアム同様にホームランアップルが出現する。 球場の入り口には、シェイスタジアム時代に使用されていた、ホームランアップルが飾られている。ナショナルリーグ屈指の広さを誇り、投手有利の球場に数えられる。近くに空港があるせいで日によって、風向きが変わり、本塁打があまり伸びない傾向にある。ありがとうございます。